これから第3週第3回目の講座を始めます。前回は観察の意味について説明してまいりました。で、お客様を見かけ、お客様に近づいてきたことによってスタッフは必ずお客様に対して笑顔や挨拶を提供します。で、この笑顔や挨拶の意味とは一体何なんでしょうか。で、現場で行われているさまざまな取り組みについてこれからいくつか紹介していきたいというふうに思います。最初の事例はホテルエクレール博多の取り組みについてご紹介いたします。目を見て挨拶することで、お客様の雰囲気とか求めていることとか表情を見て、その先に私がするべきことというかして差し上げたいこととか、っていうのが分かるから、必ず目を見て挨拶するように心がけています。お話の通り、お客様を見ることによってお客様は何か困っていないのか、どうしてほしいのかということも様子を見ながら判断することができます。次に広島県福山市にあります浦上布団店の取り組みを紹介します。浦上布団店は布団を販売する小売業の店舗であります。こちらでは積極的にこの笑顔を活用して現場で販売を行っております。非常に面白いのは、浦上布団店ではスタッフの笑顔およびこのお客様の笑顔の交換していくことを非常に重要視しているということであります。もしスタッフが笑顔を出すことになれば、声も明るくなってお客様との会話がどんどん弾むようになっていきます。それを浦上布団店ではエゴエと呼んでいます。それによってお客様も笑顔になっていくと。で、お客様の笑顔を浦上布団店では笑顔高というふうに呼んでおります。会社としてはまず一番大事なのは売上を上げていくということではあるのは当然のことなのですが、浦上布団店の考え方はお客様が物を買う前に必ず喜ぶ、満足するということが起こり、で、そのことによってお客様は必ず笑顔になっていくというふうに考えております。次に紹介する事例は鹿児島県曽於市にあります湘南病院です。で、こちらの湘南病院は、かつて経営状況が厳しい時もありましたけど、さまざまな改革を通じて現在は経営状況を改善することができるようになりました。で、その中の一つのこの取り組みとして彼らが非常に大事したのは挨拶です。もし病院の中で何か問題が起こった時、結局のところ病院としては会話を通じてその問題を解決するしかありません。従いまして、なんとか会話の数を増やしていこうという努力をこの経営改革の中で非常に強く努力してまいりました。なぜ挨拶を重要したかというと、会話をしようと言ってもなかなかできないので、まず挨拶をしよう。なぜかといえば、会話の最初には必ず挨拶があるからです。挨拶で始まらない会話はないという問題意識を持っていたのです。で、したがって挨拶の数をどん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 増やしていけば、結果としてその中の一部が今度会話につながっていくということであります。このようなことにすることによって病院の中では会話が増え、最終的には情報共有も円滑にいき、患者様の問題要求も病院内で共有されるようになり、最終的に経営状況も改善することができるようになったということであります。このようにして笑顔と挨拶が現場では非常に重要であるということをご理解いただけたのではないかというふうに思います。